はい、皆さんこんばんはです。では本日も、ゲーム実況の方をやっていきたいと思います。ちょっと音声が大きいかな、ゲームの音声。音声を下げてみました。では今日もね、引き続き、ドラゴンクエスト、4をプレイしていきたいと思います。和骨です。はい、こんばんはです。こんばんは。はい、皆さんこんばんはです。和骨です。前回は第4章ですね。です第4章まで、プレイしました。で今回は第4章の続きを、やっていきたいと思います。あ、でちなみに、皆さん、レベル上げをね見せるわけにいかないんで、きちんと下準備はしておきましたよ。あ、ご安心してください。じゃ始めていきたいと思います。ちょっと待ってね。あ、ちょっと画面がちょっとずれてますかね。ちょっと皆さん画面の調整しますね。ブルーノマイリスしてきたです。 ありがとうございます。あ、大丈夫か。はい、皆さん大丈夫です。下準備しましたからね。あのね、延々とまだレベル上げを見せるわけにいかないんでね。はい、確か第4章が始まったところで終わったと思うんですけど、3分クッキングみたいだ。はい、レベル10ですね。はい、レベル10で、はい、装備も、この章クリア段階までやっときました。はい、もうあとは、サクサク、クリアするだけですね。もう装備も終わってます。ワクワク。はい、こんばんはです。はい、じゃあ第4章を、速攻クリアしたいと思います。でここがまず、ここから、故郷にね行きたいと思います。和骨です。はい、こんばんはです。もうクリアレベルも上げましたんでね、もうサクサクあの第4章はクリアしたいと思います。和骨です。はい、こんばんはです。このジプシーダンスだっけ。この曲いいですよね、本当に。第4章のこの曲すごい好きだって人多いよね、これ。いい曲だよね、本当に。4章の戦闘 BGM が好き。ああ、いや、好きな人多いよね、この4章の BGM。 ここはあの故郷ですね。和骨です。はい、こんばんはです。ここは、姉妹の故郷ですね。専用 BGM でしたね、この2人の章は。そう、すごい BGM だよ、これ。ここは姉妹の故郷なんで、宿屋がタダですね。宿屋がタダになってます。エドガンさんっていう、錬金術師ですね。錬金術師の娘さんの、実家なんでね、こうやって宿屋がタダです。第5章以降も、姉妹をパーティーに入れとくと、宿屋がタダですね。宿屋が。で、さっきのエドガンさんたち、エドガンが、実験してたっていう、洞窟にこれから向かいたいと思います。和骨です。はい、皆さんこんばんはです。もうクリアレベルなんだよ。サクサクいきますよ、サクサク。宿ただ知らなかった。あ、マジで。あ、まあ、黒板はミネアの箔が上がりにくくて大変だった記憶があります。あ、確かに。今ね、マーニアのが HP 少ないんだけど、あの中盤ぐらいからミネアの HP がね、なんかね、急に伸びなくなるんだよね。だからほら、あの多分皆さん大…あれ、シュウさんまさかシナリオ進めずあの街の周りでレベル上げしてた？うん。ね、私ね、実はね、片手でできるアスキーパッドだっけ？あれがあるんですよ。なので、あの左手で、あのひたすら、画面見ないでレベル上げ…やって、で右手で、あの動画の編集とかやってました。あのほら、あのファミコンで片手で、操作できるジョイスティックあるんですよ。あれを私あの持ってるんで、あれで左手でアスキーパッドだっけ、あのエルモミクスでできてるあの握りやすいやつがあるの、あれ持ってるんですよ。あれで左手で持ちながら、あのひたすらあのうろうろして、あのなんだっけあのレベル上げやってましたね。で右手であの動画 の, あのマウスで編集やってました、ね。たまにね、あの脳がね、あの熱神業じゃないですか。いや、たまにね、脳がね暴走してました、ね。あのたまにね、なんかね、脳がね、あのついていけなくなってね。
やめた方がいいですよ。やめた方がいいですよ。あ、たまにね、脳がね、混乱しちゃうんで。和骨です。はい、こんばんはです。今、意を覚えましたね。はい、こんばんは。意を覚えればね、かなり楽なんでね。あとも楽です。いい曲だ。ミネアが馬車メンバーになりがちな理由ですね、ハプ。ああ、そうそう。でマーニアはまださ、なんだっけ、メラゾーマとかイオナズンを覚えるんで、結構使えるんですけどね。ただ、なんだっけ、大体最終的に脳筋パーティーになる理由は、終わってからもレベル上げてたっぽいし、実は昨日寝てない？よしさ、私の1日の平均睡眠時間は、2時間ぐらいなんで、うん。私は基本的に、なんだっけ、ベッドでゆっくり眠ることは今年に2、3回しかないんで、ね、基本的になんだっけ、動画作りながら自分のソファーで寝落ちしてる生活をもう3年ぐらいやってるんで、ね、あ、まあ言ったじゃん。だからなんだっけ、私の疲労具合はどのぐらいかっていうと、現役ボクサーよりも疲労がすごいらしいんですよ , 笑っちゃった時って。現役ボクサーと私の疲労どっちがすごいんですかって言ったら、主の方がひどすぎるって医者にね、マジギレさせて。お盆休みか何かですかね。そうそう、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。胃を使っていきましょうか。どうかご自愛を。胃は強いだよ、この時点で。胃はそうさ、イオで思い出したけどさ、大の大冒険、この間前回話してたんだけど、大の大冒険でさ、偽勇者一行って覚えてる？みんな。読み切りの第1回で出てきて、で途中から本編にも参加した偽勇者一行っていたじゃん。あそこで偽勇者ってさ、あれ地味にすごいなと思ったのはさ、あれ偽勇者って魔法使いがいい味出してましたね。動画作成の過酷さがわかる。そうそう、マゾッコさんとか、そうそう、マホットとかですよね。デルパイルールね、デルパイルールのやつ。そうそうそう、あの勇者ってさ、イオラ使ったよね。イオラ、だ緑川がいたやつでしたっけ。ああ、そっか、渋緑川だっけ、ごめん、緑川さんだっけ、忘れちゃった。あれ地味にさ、イオラ使ってるってことはさ、強いよね、普通に考えたら。なんかよくさ、なんかほら、魔物が攻めてきた時にさ、なんかお笑いキャラみたいになってたけどさ、イオラ一発でも撃てればさ、かなり強いと思う。結構敵が強いところにもいた気がしますね。イオラってすごい魔法だよ、普通に。なんであれギャンキャラになっちゃったんだろうね。普通にイオラ一発でも二発でも撃てればさ、魔王軍に大ダメージが与えられると思うんだけどね。なんか、あ、だってほら、大の大冒険、実はガチで勇者だったんじゃ。大の大冒険ってさ、なぜ考えると偽勇者だけど、地上世界じゃかなりの強者なのよね。そう、緑川でしたね。マゾッコは王師匠の弟子だったし、真面目に出したら主人公を食っちゃうからでは、楽に稼げるに走った結果ではと、中盤以降でかなり使える技ですし。いや、ほら、大の大冒険ってなぜかギラ系のが強いじゃん、イオ系よりも。だからイオラが美味しいところにいましたね。いや、だからイオラがもしかしたらあの世界では弱いのかな。ね、ほら、なんかあの世界ではなんかギラ系がすごい強いじゃん、ハーゴン曰く。だからもしくメラゾーマ なぜか弱いじゃん。メラゾーマはなぜか弱いじゃん。バーンのメラゾーマは逆違うけど、ポップが普通にメラゾーマ使ってたじゃん。だからポップが普通にねえ、だからあれなのかね、メラ系、イオ系、ギラ系の順番なのかね、あの世界では。もしかしたら謎だよね、すごいな。当時も読んでて謎だったからね、なんでなんだろうと思ってね。確かにベギラゴンがすごいと言われてたし。そう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 、これ闇のランプは、夜に街とかフィールドを夜にするランプですね。宿もあんまりでしたね。ポップはメラ系が得意設定あったっけ。クロコダインの時点でメラゾーマ使えてましたもんね。そうそうそう、ベギラゴンは何もてめえの先輩特許じゃねえんだぜ。そう、それ師匠ね、 大魔導士の師匠ね。これ弟子のオーリンですね。さっきのミネアと、マーニャの父ちゃんの弟子ですね。で、敵討ちをバルザックも弟子だったのかな。
で、バルザックは裏切って錬金術を悪の道に使った結果、裏切ってお父さんが犠牲になったんで、あの娘姉妹とあの弟子の王林が復讐に行くという話ですね。この第4章は王林は、あの王林はね、この章では、あの本当に勇者ですね。あの盾にもなるし物理攻撃もね強いんで、ね、これではすごい楽ですね。これねメラゴーストはね、ヒャドが弱点なんだけど、あの物理でダメージ与えると分身しちゃうじゃん。確かイオンが効いたんですよね。イオンが、うん、効きますね。なぜかイオンがあの通じるんですよね。爆発だからなのかね。イオンは爆発だからあの効くのかな。分かんない。三条さん、ビートでも炎系強かったし、三条さんの癖なんじゃないかな。あ、再びはコツです。はい、ごめん、その辺はあんのかな、もしかしたら。あ、コントローラー直しましたよ。コントローラーは全部分解して、あの直しました。だから今日はね、あの 下ボタンがあの誤作動することはね、多分少ないと思いますんでね、ご安心してください。あの前回の、爆風消化なのかな、あの前回 の、 あの、ね、放送は下ボタンが暴走しまくってたんでね、今回は多分大丈夫だと思います。今回は、あ、間違っちゃった、ギラを打てばよかったね。ギラ、あ、バギの方がいいか。え、あれ MP 的な意味でね、え、あのリレミトね、リレミト部とルーラ分は残しておいた方がねいいと思います。でここに来た目的は、バルザックのね、あの強力な魔法を封じる、静寂の玉を、取りに来ました。薬草です。ああ、もうお手なのか。薬草使っちゃおう。和骨です。はい、こんばんはです。 BGM が最高ですね。あ、いいよね。ジプシーダンスでいいんだよね。防御値が高すぎてダメージが入らない。あ、そうですね。そう、あのもう最、あの昨日生放送終わった後に最強、あの最強装備はね、この章の最強装備まで揃えて、さらになんだっけ、あのレベルもね上げときましたんでね。だから多分サクサク進んでいきますよ。サクサク。これはイオがいいかな。まあ、だいたいあれかな、みんなのパーティーはピアニストばりの両手さばき。まあそれが私 の、 あの特技ですからね。私はあのなんだっけ、あの以前あの甥っ子とかに見られて、あのおじさん頭おかしいって言われたのは、あのなんだっけ、足でもコントローラーでレベル上げやってたからね。あのなんだっけ、あの両手塞がってる時にはついに足まで使って、あのコントローラー使ってレベル上げやってたからね。まああれは確かにあの見ちゃいけないあの映像だよね。足はさすがにあのおかしいだろうっていうのは、あの気持ちはわかります。命の君はマーニャに使いましょう。足でとか器用だな。あ、4か、最大6じゃなかったかな。命の君は最大6。こち亀でしか見たことないな、そんな技。脳の処理レベルが常人を超えてませんかね。この二人のパパの研究なければ後の大魔王は生まれなかったという。うん、そういうことだね。足まで使うのはステルブイヤとかでしか見たことない。ターン X みたいになっちゃいますやん。時間を有効に使ってるだけだから、ミネアが真のメンバーにならなさそう。確かに。私もだからほら、なんだっけ、いまいち信用されないのは、ゲーム歴が40年っていうと大体信用されないよ。あのなんだっけ、30年、あの10年前か、
10年前にオンラインゲームとかやってる時に、シュウさんってゲームどのぐらいやってるんですかって言ったら、30年かなって言ったら、いや、またまたって、またまたって言われて、30年もゲームやってる人が、オンラインゲームなんてやるわけないじゃないですか、わらわらって言われてさ、うん、そうだよねって。誰も信用されなかった。悲しいね、悲しいね、本当に。なんだっけ、ドラクエ、ちなみにファミコン生誕37年、その3年前だ、80年ぐらい日本のゲームの歴史とほぼ同じ時間生きてそう。いや、日本のゲームの歴史って45年ぐらいあるんじゃないかな。45年かそんぐらいあるから、私も普通インベーダーやってた人は恩恵してませんからね。そうだね。私の家にあれありますよ、テレビゲーム15ありますよ。前見せたよね、生放送で。テレビゲーム15ありますよ。任天堂のあの最古のハードとかありますよ。だから前生放送でやってたら、見たことない人だけどね。いや、見たことないに決まってるよ。テレビゲーム15をさ、今ニコ生で出すっていう人は多分いないと思うからね。そういえば杉山さんもスマートボールやってたり、将棋のゲームにガチの意見を送ったらしいですね。へー、杉山さんとかは自分含め知らない人多数でしたね。シュウさんもさすがにインベーダーゲームを喫茶店でやってなかったですよね。え、あ、グレさんはあれか、生放送あんま来てないのか。違う違う、私が初めてやったゲームは喫茶店のインベーダーなんですよ。仕事で、ほら昔は仕事で、今みたいにあれ、結局アナログテレビでしか動かせないやつだったんでした。あ、違う違う、アナログテレビじゃないと完全に映せなかったのかな。私は昔って携帯電話とかポケベルとかなくて、例えば先方さんとかに行くと1時間待ってくれとかよく言われるんですよ。1時間後に来てくれとか。でそうするとほら今だとなんだっけ、スマートフォンとかあってどっかのベンチに座ってさ、スマホやってコンビニがあって、コンビニでね、コーヒー買ってきてとかできるんだけど、昔なくて、昔はだいたい時間潰すっていうと喫茶店行ったんだよね。喫茶店に、で喫茶店に行ったらテーブルが1個変わってて、1万崩してずっとやってたって言ってましたね、インベーダー。で、なんだっけ、テーブルが1個変わってて、でそのテーブル変わってるのにマスターにこれ何って聞いたら、マイアミとかやたらアメリカンな名前の喫茶にありがちでしたね。これなんで何って聞いたら、それなんか東京の流行ってるなんかものだから、うちに1台入れてみたって言って、そこでゲームに出会ったんです。ゲームにちょうど40年ぐらいかな、40年前かな。だから本当にね、あれがゲームのきっかけですよね、マジで。いらないもん売っちゃいましょうか。キムラツボでいらない。そこなし沼の始まりかな。そうだね。そっからゲームのね、まさに本当に沼ですね。もうゲームの沼にはまっていってしまったっていうオチでしょうね。それは初耳でした。で、王林は、魔法の鍵。魔法の鍵を開けられるんだけど、このままではキングレオがね、どこに隠れているかわからないんで、キングレオの、場所をね、探すために、そんな文化だからゲームウォッチって言ったのかな。ね、ゲームウォッチが流行ったのはなんだっけ、確か軍平さんが街中で電車で確か電卓か何かを無駄に叩いているサラリーマンを見て、みんななんか暇なのかなと思って、じゃあなんかゲームができるようなっていう考えたのがゲームウォッチなんだよ。だから元々ゲームウォッチってサラリーマン向けだったんだよね。サラリーマンの人たちがその電車乗ったりとか、例えばさっき私が言った通り、こう暇な待ち合わせの時間待ちとかで使うものだったんだけど、でもほらゲームだから子供たちに入っちゃったんだよね。子供たち電卓のゲームモードとか最近見ないですね。ああそうだ、昔はねゲーム本当にウォッチって再びはコツです、アイコンバーです。昔ね、腕時計型のゲームとか、確か軍兵さんが偶然組長の運転手やることになって、その時に話したらしいですね。あー、確かに。ゲームを持ち歩きたい気持ちは昔からあったんだな。そうそうそう、私はゲームウォッチ買ってましたよ、たくさん。ゲームウォッチはね、たくさん買ってましたね。でも、さすがにもうないんじゃないのかな。壊れちゃって多分捨てちゃったと思うな。いや、何個かあるかもしれない、探せば。ゲームウォッチはすごいハマりましたね、ゲームウォッチは。
で、ここで、大臣をね、驚かせるための、火薬壺を取りに来ました。ここの敵はちょっと強いですね。この敵は。いや、だからほら、なんだっけ、PC エンジンとか、メガドライブとか持ってたんですよ。なんだっけ、なかなかいい年じゃないと。いとこの家にゲームウォッチあってハマったですよ。軍平さん、ワンダースワンのデザイナーさんと同一人物？軍平さんっていうと、ファミコンとか、ゲームボーイかな、一番は。で、ワンダースワンは、ニンテンドー退社した後に、コトっていう会社を作って、そこでアドバイザーとして参加したやつかな、ワンダースワンは。ゲーム詳しいですよ。ゲームはね、ゲーム歴がほんと40年もあるから、ガンダム並みに詳しいですよ。ゲームに関して。あ、そっか、こいつラリフォー使うのか。忘れてた。ラリフォー使うの忘れてました。マーニャの MP がちょっと。当たり2600。ああ、当たりショックを招いたっていう。悲しいのがその頃に軍平さん亡くなったんですよね。交通事故ね。軍平さんは交通事故で亡くなっちゃったんだよ。だからもったいないよね、本当に。まだ60前だよ。60前。53、4? ぐらい亡くなっちゃったからね、もったいなかったよね、本当に。彼が生きてたらね、本当にね、ゲーム業界とかすごい。今見たらゲームウォッチ結構高いんですね。ああ、だから大人向けだから、当時は。大人が、だから、時計機能ってあったんだよ。ゲームウォッチの、右上とかに時計があったんです、時計が。だ時計の感覚で、ゲームを持ってほしいっていうことで、ゲームウォッチだったんだよね。日本のテレビゲーム史で横井さんは非常に重要な位置にいる方ですよね。そうだね。横井文平さんがだって、ファミコンとかゲームボーイとか、さっき言ったワンダーサンドもそうだし、だから横井軍平さんっていうのはかなりすごいですね。ゲーム業界に貢献度は多分かなり高いと思いますよ。で、メガドライブセガは中さんね、中さんがセガにいたから、セガは今あるって言っても過言じゃないと思います。中さんは例えば有名なのはメガドライブ版の大魔界村の移植とか、あとはソニック・ザ・ヘッジホッグとか、あとセガマーク3のスペースハリアーとかもそうじゃなかったかな。中さんがなんだっけ、いたおかげでなんだっけ、セガが本当にあんだけでかくなったって過言ではないと思うんですよ。本当に立ちつくんだ。うわ、立ちつくんちった。いや、きついな。きついな。これが4のちょっときついところですね。驚きにすくんだっていうのがきついところですね。セガー、PC エンジンがすごかったのはハドソンが関わってたからですね。ハドソンが80年代のハドソンっていうと本当にすごくて、いや70年代はすごかったから、浅草の人かな。確かにハドソンは当時すごかったからね、本当に。和骨です。はい、こんばんはです。まあ、それ言ってもね、なかなか今信用されないんだよね。ハドソンすごかったんだよ、ハドソンって、本当。まあ、一番あれか、40代、50代の人からすると、キャラバンか。ハドソンって言うと、キャラバン。だから、ちゃんとゲームが流行った、なんだっけ。ところにはそういったなんだっけ、大手っていうか、まあ、高橋名人いたし、ああそうだね、高橋名人が一番あれか、有名か。高橋名人っていうと映画って、ハドソンがパソコンゲームを雑誌で通販した時は現金書き留めに判を押すだけで30分かかったとか。ハドソンだとボンバーマンのイメージが個人的に強いです。高橋名人の露出がより知名度を上げてましたね。そうそうそう、ハドソンっていうとちょっと古い人だとパソコンメーカーかな。ハドソンが
パドソンっていうと、うん、ちょっと古い人とパソコンメーカーかな。パソコンのゲームをね、たくさん出してたんですよ、あの、ハドソン。だから、あの、なんだっけ、多分30代とか40代前半の人からすると、ファミコンとか PC エンジンで、それをちょっと上の人からするとパソコンかな、どっちかっていうと、パソコンメーカーとか。パソコンのゲームをね、すごい数出してたんだよ。ちょっと、MP が足りねえ。確かここになんかなかった。あれ、やるならハドソン。確かゲームを納品前のパソコンで作ってたとかなんとか。あれ、ここになんかなかったっけ。あれ、プレステ版だっけ。ちょっと待って、あれ、木の実があった気がしたんだけど、あ、何もないか。プレステ版か。ごめんね、知識がガチャガチャになってます。高橋名人が先生の役してた映画でしたっけ。いや、なんだっけ、毛利名人となんか戦ってる映画があった気がしたんだけど、ランの上だね。喧嘩率も相まって難易度高いですね。高いな。あの、見に行きますよ映画。甥っ子がね、甥っ子が見に行こうって言ってね、あの、行きますよ。何回もリメイクされてるからごっちゃになりますね。あ、5章で隠しになるのかな。マジか、マジか、マジか。リレミとなくなっちゃった。ゲームキングってやつみたいですね、映画。あ、ゲームキングか。マジか、リレミとなくなっちゃった。ピンチ。つうかダメージでかすぎだな。デスルーラ、いや、お金もったいな。このダンジョンレベリングしてからじゃないときつそう。お姉ちゃんがやられた。いや、アイテムだけ 取りましょう。デスルーラーは、あ、3000万からもったいないな。逃げましょうか。とりあえず、あの、逃げまくります。1回目は 50% だったかな。1回目 50%、 2回目 50%、 3回目 75%、 4回目 100% だったかな。逃げられる確率ね、逃げられる確率は。でも5章にはお金引き継げないし。あ、だからアイテム持っていくんだよ、アイテム、アイテム。お姉ちゃんに憧れてタロットカード買ったなあ。あ、そういう人は結構いますよね。あ、お金は引き継げないんで、アイテム、あの、4回目で確定でしたね。そう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 、確かそんな確率だったはずな。あー、そっか、鉄の鎧とか持ち込みするのね。そうそうそう、高いアイテム買って売って現金化してた。4、アキラは高い換金アイテム何でしたっけ。鉄の鎧かモーニングスターかな。さまよう魂です。で、ここで、あの、蘇らせて、もう一回ね、あの、もう一回って宝箱ね、回収したいと思います。あ、間違えちゃった。あとはボス戦です。あと終わりですよ。あの、宝箱回収して、なんだっけ、大臣の近くで、火薬壺を爆発させて、大臣をバルザックの元に導いて、で、バルザック戦えばね、あの、終わりでございます。宝箱は、あれ、あったかな。いや、あったのか。あれ、いや、銀のタロット取ったからもう宝箱ないんじゃねえかな、もしかしたら。ゴールド支払って生き返りって何か呪文でも唱えてるのかな。寄付かな、寄付。確か私の記憶だと寄付だね。
皮膚、皮膚。あの、ただ、なんで死んだ人が蘇れるんですかっていうのは、まあ、